今回はベストセラー大谷翔平二刀流メジャーリーガー誕生の軌跡を1分で紹介する。長い歴史を持つアメリカのメジャーリーグで多数のプロフェッショナル選手を取材してきたジャーナリストは大谷翔平をどう評価したのだろうか。14年ぶりに栄冠を手にした WBC2023 の侍ジャパン、そのチームを引っ張った大谷の成果が評価され、ついに文庫版が刊行された。大谷は2021年にア・リーグ MVP 年間最優秀選手賞を受賞し、また WBC2023 での優勝の瞬間も本書に収められている。今シーズンはメジャー6年目となり、 MVP と日本人として初めてのサイ・ヤング賞のダブル受賞が期待されている。さらにシーズン終了とともにフリーエージェントとなる予定であることから、エンゼルスの大谷がプレーする最終年となる可能性があり、アメリカのメディアはその話題で盛り上がっている。本書は大谷のメジャーリーグにおけるキャリアを最新かつ決定的に描いた一冊であり、その価値は永続的なものだ。野球一筋の少年時代から2018年のメジャーデビューシーズン、そして言葉通りに WBC の優勝を勝ち取ったまでの大谷の足跡を詳細に追いかける。今すぐ概要欄から。